Vice! You dumbass! Start making sense, you rotten book, or you're gonna be sorry! Maybe I'll rip your pages out one by one, or maybe I'll put you in the goddamn furnace! How can someone with such a big smart brain get hypnotized like a little bitch, huh? Oh, Shadow Lord, I love you, Shadow Lord. Come over here and give Vice a big sloppy kiss, Shadow Lord! Now pull your head out of your goddamn ass and start fucking helping us!忌まわしくも懐かしい景色であるな。そうだな。ようやくここを通れるのだな。
は誰に問う、本当の姿を誰に見せる、我が問いに答えよ。小鳥さんが喋ってますよ。我は問う、人がなぜ世界からいなくなったのか。なんだそれは。待て、これは合言葉だ。合言葉、いわばこの城に入るための呪文だ。確かどこかで聞いたような。本当の姿を誰に見せる、我は問う、人がなぜ世界からいなくなったのか、我が問いに答えよ。我は答える、黒き病がゆえに。我は問う、人はその命をいかに長らえるのか。我は答える、その身と魂を分かつべし。我は問う、魂の行く先はいずこか。我は答える、映し身となる傀儡に収め。よかろう、そのものを主たる人とみなし、城への立ち入りを許可する。どうやら先に進めるようだな。ランジラは村の双子。デボルさん、ポポルさん。村に戻る気はないか。ここはとても危険よ。入ったところでヨナが戻ってくるかどうかも。いかにしてここに来た。質問しているのは私たちよ。俺たちは先に進む。そうか、なら仕方ないね。仕方ないわね。君とは戦いたくなかったよ。本当に戦いたくなかった。どうして、なぜなんだデボルさん。これは最初から決められていた運命なんだ。でもできればあなたとは戦いたくなかった。それは本当。あと100年、次の世代にしたかった。何を言っているんだ。こやつらは魔物か。いや違うようだ。嘘だ嘘だ、ポポルさんたちが。そんなわけない。みんな殺せ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 。正直ここまで成長してるとは思っていなかったよ。なぜだ、なぜお前たちが邪魔をする。白の書、裏切りの輩よ。お前に詰問される筋合いはないわ。力をコピーされた。封印されし言葉、使えるのか。それはもともと私たちの力だからな。あなたはそれを分け与えられたに過ぎない。シロさん、大丈夫ですか。どうしてなんだデボルさん、ポポルさん。なぜ魔物の味方なんかするんだ。どうして。
すべての謎の答えは魔王の御心にある。魔王の仲間なのか、ずっと仲間だったのか。答えはあなたが探してちょうだい。己の真実と向き合うために。魔王の城へ入りなさい。デボルさんとポポルさんが無茶してくれ。シロ、大丈夫か？おかしいぞ。我の最大の武器であるはずの口が魔王は笑わなくなった。シロさん、多様な目をするでない。心配無用だ。大丈夫。音楽、ワルツが聞こえます。東海とは豪勢であるな。こいつら魔物だ。持ち込められたみたいです。いいさ、戻る気なんかない。そうだな。私が次の部屋への扉を開ける。援護してくれ。武道会か、豪勢であるか。シロ、ああすまぬ、援護だな。私はこういう細かい仕事は苦手なんだ。若者、何をしてるの。独裁もはぶっ壊す。やめろ、そんな無茶をして万が一万が一のことなど知るか。この扉開いたぞ。おい、帰れ。後ろ。
け者め。大変、大丈夫か。カイネさんを助けないと。大丈夫か。ああ、それよりも。欲しいなどと思ってはいない。カイネ、なんだ今のお前の心。憎しみでも悲しみでもないこの世。死ぬか。カイネさん、大丈夫ですか。大丈夫だ。こいつらを蹴散らして先に進むぞ。面白い、実に面白い。おい、にたどり着けるぞ。ここは先を急いだ方が良さそうですね。行くぞ。開かないぞ。攻撃が来るぞ。入り口も開きません。どうやら閉じ込められたようだな。仲間を殺されて怒ってるぞ。お前と同じだ。憎しみに
私も同じだ。憎しみに逃げ込んでいるだけだ。寂しくて苦しくて孤独だから暴力で自分をごまかしているだけだ。俺はそんなじゃねえ。いいの。何？私もそうだから。だがそれが分かったところで何もならない。もう手遅れもあるよ。私たちは何もかも遅すぎる。今さら引き返すことなんてできない。だからこそ程度とチイルトって。エズチアセヨーリ。一旦人だ。アラペルアトシレチウセキヨン。イラコク。ハハハ。やで。どうしてここに。サルイに死んだ。カイザムトキロだろう。しかも、いや、アラトテ三世帯クルアリ、ウワリトテストラス、なんか失禁で。でもアラ、ペルアト。どんな、来て、切り越えたり。アフリアが、トサチに刺されたと。トレルタ、カイザムチと。おい、やめろ。離せ。やめろ。おお。ギ、後でアリクラーサ箱。ちょっ、開けろ。お前らだけじゃ無理だ。ユククオタオキアルタビュート。クルトコチイル。さて、ケタルイトエチケロアルテリアだせギウジ各石騎士真鍮カレルタカイザムテーラス。あんだ、アラタテウラーヌペルアトチウラーヌカイザムトトチ。おお、開けるんだ。グズグズするな、行くぞ。カイネさん、奴の戦いを無駄にするな。フィアのためにも。おお、
デボルさん、ポポルさん、やっと来たね。待ちくたびれたわ。どうして、どうしてなんだ。1300年前滅びかけた人類が取った最後の手段、ゲシュタルト計画。ゲシタルト、白の書、思い出せないの？なら思い出させてやる。シロ、頭の中が思い出したぞ。デボル、ポポル、なんちらは人間にあらず。口ごもったね。言いづらいかい？私たちだけじゃないわ。今ここにいる全員が人間に作られた人間もどきなの。何を言ってるんだ。まだわからないかな。お前たちは人間じゃないんだよ。そんな、じゃあこの世界に人間は存在しないんですか？いいな、我らが魔物と呼んでいるあれが人間だった者の慣れの果ての姿だ。さ、おしゃべりは終わり。そんな、お前のその体を返してもらおう。本来の持ち主である人間に。悪く思わないでね。それが持ち主のいない体を持たされた私たちの仕事なの。私たちの長い人生は人間たちの意志に沿って他人の人生を制御するためにしか存在しない。あなたたちにはあなたたちの理由がある。私たちには私たちの理由がある。そういうことだ。格好つけるな、バカ。そうだな。所詮は道具なんだ。私たちもお前も。違う、俺はお前たちとは違う。自由があると思ってるの？デボラを殺しては
よくもそんな。やめてください。今ならまだ。もう遅いんだよ。何もかもみんな殺す。殺してやる。うわポポルさん、俺はあんたとデボルさんに育てられたようなもんなんだ。頼むからやめてくれ。あやつらは年も取らずにずっと見てきたのだ。長い長すぎる歴史を、真実を。くそ、なんでポポルさんと戦わなければならない。剣を止めるな。進みたいなら倒せ。倒すしかないんだ。まずい。進めなくなるぞ。僕が何とかします。ダメか。クソ。大丈夫です。
起きて、起きなさい。ねえ、エミール、起きて。もう、寝坊ばっかりなんだから。違うよ、エミール。約束を守りに来たの。言ったでしょ。ずっと見守ってるって。お姉さんなんだから、弟を守るのは当たり前。ごめんね。もう魔力が持たないみたい。大丈夫よ。エミール、ずっと一緒。見守ってる。エミール、泣かないで、笑っていてほしいの。約束してね、私の分まで。生きて。
ヨナ。やめよ、お兄ちゃん。ヨナ、もういいの。他の人の体、いらない、欲しくない。中にはもう別の女の子がいるよ。ずっと泣いてるの。お兄ちゃんに会いたいって。ヨナが魔物に。この女の子もお兄ちゃんが大好きみたい。ヨナと一緒だよ。会えないのかわいそう。一緒に帰ろう。妹についていた魔物は消えた。タイネ、ヨナを頼む。お前の悲しみがわかるだな。そんな都合のいいことは言わない。俺はただ仲間と妹を守るだけだ。彼女たちを危険にさらす者がいれば倒すだけだ。来い魔王。大丈夫か？心配無用と言いたいとこだがな。シロ、どこかのバカ者に乗せられて無茶をしすぎたようだ。戦う骨董品は世の中にそうあるまい。シロ、ごめん。
ごめん、俺。おい、真に受けるな。冗談だ。だってさあ、突っ立ってないでそこをどけ。我には最後の退任があるのだ。何する気だ。あやつの動きを止める。そしてその後はお前に任せた。この先はお前一人の戦いだ。しっかり頑張るのだぞ。嫌だ嫌だ、俺はまだ素人。まったく、我はお前のそういう単純なところが好きであった。楽しかったな。お前といると本当に楽しかった。しかしここでお別れだ。シロ。そうそう、一つ言い忘れておった。何。シロというな、本当は結構気に入っていたのだぞ。シロ、知ってた。生意気なやつめ。俺には守るものがある。生きる意味があるんだ。魔王、お前は。幸せそうだな。ああ、よかった。カイネ、お前の体はもう俺の意志ではどうにもならんところまで蝕まれてる。わかってる。くそ、楽しかったな。殺して殺して殺して大満足だ。そうか。違う、楽しくなんかない。お前を飲み込んで暴力の塊になって悪意を世界に撒き散らせるっていうのに、なんでこんなに悲しいんだ。なんでこんなに悲しいんだ。きっと私の中に長く居すぎたせいだな。すまない。俺に優しくしないでくれ。こんな気持ちにさせないでくれ。もうダメだ。俺がお前を飲み込んでしまう。カイネ、どうしたんだ。いいか、今から言うことをよく聞いてくれ。私の左半身の魔物の領域が広がっている。もう間もなく私は暴走してしまう。止められない。もう俺には止められないんだ。そんな。いいから聞け。
私を止める方法はないんだ。お願いだ。そうなる前に私を殺せ。最後の頼みだから。暴走したゲシュタルトに意識なんかない。お前と俺の記憶は全部塗りつぶされちまうんだ。カイネ、助ける方法ならある。誰だ。そんなことはどうでもいい。時間がないのだ。いいか、お前は聞け。カイネを助ける方法はある。だがお前、それは辛い選択になる。構わない。助ける方法があるならさっさと言ってくれ。タイミングを見て俺がカイネの動きを止める。を逃すな。剣できっちり刺せ。よくやった。お前の大切なカイネを救うには二つの方法がある。一つはカイネの胸に剣を突き立てる方法。それはカイネの望みであり、この5億からの解放。もう一つは。もう一つはカイネを元の人間に戻す方法。この方法を取るならお前の存在という交換の品が必要だ。ほら選んでみろよ。お前はカイネの中にいる魔物だな。なぜカイネを助けようとする。多分お前と同じ理由だ。さあ選べ。
一緒に帰ろう。聞こえるか。俺は長年カイネの中にあって奴を苦しめてきた。それはすなわちカイネの苦しみを肌で感じてきたということだ。気が遠くなるほどの苦しみを。だからわかるのだ。今カイネに苦しみはない。お前のおかげでカイネは許され救われた。カイネの最後の言葉を伝えよう。ありがとう。カイネ。一緒だ。Thank you.
Thank you.